最長老様からもらったドラゴンボールをベジータに奪われたクリ。しかしご飯の起点によりベジータが7個すべてを揃えることは、ブルマたちはベジータの怒りから逃れるためフリーザの切り札ギニュー特戦隊参上。ちくしょう。はあ。ベジータや奴らに見つからないよう慎重にな。はい。
頑張れご飯。最長老さんとこはもうすぐそこだ。時間を稼ぐ。はい。なめた真似しやがって。さあ返してもらおうか。俺の隠しておいた星の一体何のとぼけていろ。すぐにしゃ。これはすごい。あの。力を引き出してくれ。はい、あなたは凄まじいセンサーだ。それに対する抵抗感も終わりのようですね。すいません、なんとか急げないですか。大丈夫です。いくつか質問。それであなたの心の力。心を落ち着けて答え。 はい。あなたは大きな力について。それはあなたの真実ではない。もう一度か。あなたはそうですね、あなたにとって力とは怖いもんですが、あなたはそれだけではなく。では次の質問。それではそうです、力は必要な時に振る。最後の質問。あなたは力を得て。それはあなた。もう一度。あなたは。それはもう一度。あなたは。そうです、それだから。そのはい。ではなんだ、中に誰か嫌がる。ボールを隠したのは。待てベジータ、待ってくれ。帰れ。中には死にたいらしいな。この中から強い戦闘力が。そうか、カカロットも来て。何、貴様か。なぜ基本パワーが急に上がったんだ。でんで、生体の知れぬ大きな力が、この名。え？ねえ、何者かがこの星に近づいてるって。きっと悟空だ。悟空がとうとう来て。そうかな。数が一つ。一つではない。まさか。1、2、5。くそったれ！間違いない！この木はギニュー特戦隊だ。フリーザのやつ、ギニュー特戦隊を呼びやがった。貴様ら、この俺にドラゴンボールを早く渡せ。バカ言うな、そんなことできるはずないだろう。約束してやる。俺が不死身の力を得ても貴様らには手を出さん。騙されるもんか。いいか、ギニュー特戦隊ってのは今の俺、いやそれ以上かもしれん。そんな奴らが5人もいる。奴らは最新のスカウターで俺たちをすぐに見つけて殺しにやってくる。道はたった一つしかない。俺を不死身にして。こいつの言ってることは本当かもしれん。確かに邪悪な大パワーが5つ。しかしそれじゃ俺たちは何のため。ドラゴンボールで叶う願いは3つだ。お前たち3つ ?1 つじゃないの。早くしろ、間に合わなくなっても知らんぞ。わかった、ついてこい。約束だけは必ず守つ。くそー、目いっぱい飛ばせ。
やっと到着しましたね。ありがとうございます。フリーザ様、今回の我々の使命をお教えください。裏切り者のベジータが私の集めたドラゴンボールを奪って逃げる。死なない程度に痛み。たやすいご用です。我々のスカウターはすでに。フリーザ様、ご注文のスカウターはこちらに。ご苦労様。では行ってまいります。お前たち準備。よう、ベジータちゃん。早い。接近が分からなかった。くそ。もう少しだったのに。おや、もしかすると、そいつがドラゴンボールってやつかな。後ろに5個、お前たちが2個。フフフフ。全部揃ってるじゃないか。貴様たち何度に渡してたまるか。では強引にいただくまでだ、グルド。はっ。うん、なんでだが超能力で時間を止められるという噂は本当だったのか。これで7個す。あとはお前たちの始末だ。そりゃないですよ、義乳隊長。ずるいっすよ。そうだったか。じゃあリクームが。俺は優しいだろう。最高っすよ。では俺はフリーザ様にドラゴンボールを持っていく。これでフリーザ様は不老不死が手に入る。さてだ、グルド、お前から先に。ああ、よし、行くぞ。木を解放しろ。ただの地位じゃなさそうだな。一瞬で決めるぞ。
隊長に4人でできる。なんとか。ああ、この調子で。甘い夢を見てんじゃないぞ、貴様ら。これからか。さあベジータちゃん、今度は他のチビちゃんたちも。ベジータちゃん、前より戦闘力が高くなってるね。頭にくるじゃん。行くぞ。 行くぞ。 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 行
かい？思ったよりやるじゃないの、ベジータちゃん。まるで赤子は。もっとビシッとした技はないのか？ないなら、どうしてもいいか？バカな！ガリッコ砲！バカな！バカな！一瞬でおとなし、お命ちょうだい！ふざけやがって！ここまでだ。さあ、そろそろ始めようぜ。素晴らしいですよ、銀。こんなに早く7個すべて。フリーザ様にそう言っていただければ光栄です。ほっほっほっほ、夢に。さあ、ドラゴンボールよ、このフリーザ様に。ん？もう風呂。いいえ、そう。あ、何か暗号が。ナメック星人しか知らない願いを叶える秘密の暗号。お？明らかにナメック星人だと。まだ生き残ってたんで。では私が言って願いの叶え方。いいえ、私が直接聞いてきましょう。私の方が。ギニューさんはここでドラゴン。わかりました。おまっ。チェ、どいつもこいつも。ま、一応さ。ん？なんだ今のは。悟空だ。やっと悟空が来てくれた。